こんにちは。歌う音が高くなるにつれて弱々しい声になってしまいます。コツなどありますかってことなんですけども、ボイストレーニング方法とコツを紹介していきます。多分ね、女性の方に多いと思うんですけども、こんな感じだと思うんですよね。君の見る景色を全部、なんか弱々しくなったり裏声になったりとか、そんな感じだと思うんですよね。しっかり君の見る景色を全部、ふわっ、で力が入らない声だと思うんですよね。これについてボイストレーニングとコツを紹介していきます。最初にコツなんですけども、僕が使ってる体感としては声に濁点を入れてってます。高い音になればなるほど濁点をちょっと強く入れてるような感じ、もしくは息を止める力を少し強くしてる感じです。入れすぎるとノイズになったりとか喉締めになってしまうので、バランスが必要なんですけども、コツとしては濁点をつけたり息を止めるようにしています。やり方としては、まず適当に声出します。はー、そこから濁点入れていく。あ、はー、そうすると喉の声帯の当たり方が強くなっていく感覚、わかりません？はー、あー、こういう声になると思います。これを高くなるにつれて少しずつ入れてあげると、薄く引き伸ばされる声帯に対して厚みを足す行為を足すので、地声感が残るって感じでございます。このまま高くしてしまいます。はー、裏声になってしまいます。これをはー、あーっていう力も一緒に、高くなると体感として上に行くと思うんですけども、さらにギュッて締める力も一緒に使ってあげることによって、はー、はー、今のは入れすぎですけどね。これはバランスよく、はー、君の見る景色を全部、こうふーって入れてるような感じでございます。なのでボイトレとしてはおすすめの方法は、はー、ここまでこう入れていく、はー、ふー、こうちょっと喉を締めていくような感じかな。最初は咳込んだりとか喉がすごく疲労したりしてしまうんですけども、慣れてくると、結構楽にできるかなと思います。高い音でもやってください。はー、こうやって入れていくような感じでございます。はい、これがコツになるんですけども、ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、やってみてください。